皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の18日、14時39分、昨日生活保護の、担当の者ということで、女性と男性が2名、私の家に来たんですけども、以前も、その2人で来られたことがあったと思うんですけども、1名の方は羽鳥慎一のモーニングショーのに出ていた、斉藤っていう人ですよね。もともと坂グループか何かので、青いエールという歌手の人の青く青くという曲を歌っていたのもその人ではないんでしょうか。その、もう一人の男性の方が、顔が良くなった時のバージョンの元幕僚長だった田母神さんだったのか、ちょっとね、ある程度人の顔が変わる部分とかを考慮すると、最初から名前をしっかりと名乗ってもらわなかったらこちらも分かってないんです。で、帰った後ですね、途中でそれ聞こうかと思う、話してる時に途中でそうかなと思った時に、さっと聞けばよかったんですけども、それを誰か制止しませんでしたっけ、男性の方が。で、いろいろ話した時に最後、もう一度みんな集めてみますねということを言ってたんですけども、テレビ局に関してで、二社二社合併、夜中と明け方の番組はいらないという話は理解できているのかどうかというところと、本当の人口の話ですね。その辺のところは、この間説明したんですけども、本人らが理解してるのかどうか、表札が入ってるところの家に関して、社宅のところもあるので、世帯、一軒の家に3つその世帯数が書かれてるところとかもあるんで、前輪の地図で。ですので、その昔はかける2って言ってたんですけども、最大でもかける 1.5 でしか物事が見れない。なぜなら日本の政府上層部の人たちが他国の政府上層部とかを兼任したりしてるんですよ。尹大統領ももともと自由民主党、自民党です。で、日本人としての時の名前が何なのかわからないんですけども、日本語、流暢に話、お話しされます。で、もともと、他にも以前、そこまで行って委員会とかに出ていた、パクさんっていう男性の方も、その人も、裁判官なんですよ。で、もしかしたら、パククネ大統領の旦那さんか、ご親族の方かもしれないです。パクっていう名前は、韓国の方ではかなり、どうなんでしょうね。一般的な名前なのかどうか。日本人の人も、あまり名前のバリエーションはないと言わないんですよ。山田さんだとか、佐藤さんだとか、鈴木さんだとか、他にもいっぱいあると思うんですけども、石井さんだとか、他にももう名前挙げたきりがないんですけども、ちょっとね、もう一回みんな集めてみますの意味がよくわからないんですよ。みんな集めて何をどうするのかを言ってくれなかったら、一応メタンガスの件のこととかも言ったんですよ。で、燃えるゴミや、いらない用紙とかを半年間各世帯で、保管しておいて、で、近隣の小中学校へ持って行ってあげて、で、薪ストーブなどに使用すると。結構相当な量が集まると思いますよ。会社からも、いらない書類だとか、そういったものがたくさん出てくるでしょうから。それで小中学校にそういうふうに持っていくシステムがあれば、一応防災の時に、暖が得れると。冬場など、
まあ、何かあった時に避難場所は基本的に小中学校だったり、まあ、高校だったり大学だったりすると思うんですけども、その、まあ、ここに関してこの間私のホームページに、動画アクセスできるようにしました。その有野川の上流の、まあ、神戸北高校の、近辺の、撮影ですね。途中からがそういう風な内容になってるんですけども、まあ、小水力発電に適しているところだとか、その上流を遡っていくと、まあ、倒木が、1000本ぐらいあると。で、まあまあ、もっと歩いていく範囲を、片道2時間、3時間まで引き上げると、まあ、土日、祝日がありますから、まあ、運動部の人たちで交代で、まあ、拾いに行ったり、まあ、それを、まあ、春から秋にかけても、そういうふうなことをしておけば、グラウンドを、例えば、土曜日は、野球部、日曜日はサッカー部だとか、まあ、そういうふうに、使えるんで、実践練習はなかったら練習にならないでしょう。で、まあ、ただしね、僕の経験から言わせてもらいますと、休みの日は一月に4日、部活動も、取得しておいた方がいいですね。僕は中学2年生の時、まあ、3年生の人たちの夏の試合が終わって自分たちの代になりましたと。で、チームは順調に勝ち進んで、あともう一つ勝てば県大会まで出場できていたんですね。で、まあ、神戸市のベスト8だったんですけども、そこそこ、まあ、勝ててたチームだったんですけども、我々ってずっと土日も含めて練習してたんですよ。で、法律見たら、労働基準法とかを見たら、一月に休みは 4日絶対取得しなきゃならないっていうことになってるんですよ。だから、もうある程度の期間、その、繁忙期とかはある程度認められてるんですよ。だから最初の方の秋の大会までで、そこまでがその法的に、まあ、ここまでならぐらいのところだったと思うんですね。で、そこから先に関しては、やっぱりなかなか勝てないということになってました。だから、休みの日をしっかりと作らなければならなかったんだと思いますよ。だから、それを考えたら、本当のこと言うと、まあ、バスケットボールも、ほとんどまあ、本当は外でもできる。で、まあ、バレーボールに関しては、さすがに、まあ、膝とかがすりむいたらあれですんでね、飛び込んだりするときに、膝にこう、サポーターというか、ああいうふうなものをつけて、肘もそうですけども、僕もジャージで、まあ、学校の授業とかで、バレーボールの時に、こう、何回も飛んだりとか、まあ、もともと野球部の内野手でしたから、まあ、飛んだりとかして、レシーブ拾いに行ったりとかするんですけども、ジャージ、溶けてたんですよ。膝の部分とか。だからまあ、摩擦でも、結構高温になって溶けたりとかもしますんで、何回もしてたら。だからまあ、まあ、バレーボールは体育館でしょうがないかなとは思うんですけども、まあ、バスケットボールも体育館でいいと言えばいいかもしれませんけども、まあ、そこの学校の、収容人数に合わせて、どこからどこまで部活を行うのか、それプラス卓球も行うのかどうかとか、結局、こうなってくると、いや、だから、まあ、体育館も、普通、大体、バレーボールのコート、1面ぐらい、でしたっけ、それとも2面分ぐらいでしたっけ。だからその辺のところで、そこまで体育館も大きくなかったと思うんですよ。で、まあ、部活の数はある程度、まあ、種類があったらあったで休みの日を作ったりとかしたり、山に、倒木や、まあ、まあ、他にも
折れて落ちてる枝とか、もう歩いてるところもずっとそういうのが落ちてるのは確認できてますから。で、特にすごく乾燥して茶色くなってるもの、ああいったものが最初の火種になりやすいものであって、それは松ぼっくりもそうですし、火がつきやすい。で、もともとこういう学校とかでもいらなくなったこう書類とかが、こう今例えで出したんですけどね、メモした用紙の裏だとか、いらなくなったものとか、そういったものにこうマッチで最初火つけるだけで、あとはそういったものある程度中に入れてと、で風を送ってと、そうすることによって、松ぼっくりとかそういった枝とかに気がついて、で、ある程度の大きさの薪に気がつくと、そういうふうな形になりますんで、あとは生ゴミのメタンガスの抽出場ですね、各民間人、飲食店含めて、スーパーマーケットも含めて、食品の廃棄に関して、貯めておく貯蔵庫、そこからメタンガスを抽出すると。建屋がいるかいらないかについては、この辺りじゃいらないような気もするんですけども、一応建屋があった方がいいとか、何かこう計測する装置だとか、メタンガスを抽出する装置が、だから一応建屋、雨から守っておいた方が錆びにくいだとか、そういったのは本当にあると思いますんで、老朽化した家屋とかで、2階の部分を取り除いて、この辺なんかは山間部ですから、大きな地震が発生するかっていったら可能性としてはそれはとてつもなく低いことであって、であとは地震が発生している箇所を見ると、やっぱり河川の近辺なんですよ。河川の底から水が大量に抜けているのであって、その下で、地下で空洞化が発生しています。これが海面だとしても、海抜より低いところまでが空洞化するんです。地球の中心が重力がかかるところですから、中心までが。だから海抜よりも、海よりももっと低い位置まで水がずっと浸透していく。で、その中で、水が浸透していくときに、砂とか、小さな石とかぶつかり合ったり、地震が発生したときに一斉崩落で、さらに、亀裂が増していって水がたくさん抜ける。こういうふうな形になっているので、各河川の床、そこを必ず、コンクリート化をしなければならない。こういった形になります。そういう話をね、昨日一通りしたんですけども、北新ビルの、この間、宮田さんから変わった今年、平井さんっていう方だったんですけど、髪の毛の色は金髪のような色で、耳にこう、イヤリングをしていてっていうことで、その辺のことも僕の動画で、見出しに悩みが、なっていないと。こういうふうなところで公務員として、ふさわしくないというようなことを言っていたから、昨日はその二人が来たのか、ちょっと僕の方でも状況よくわからないんですよ。ということで、とにかくテレビ局で無駄な番組が多いですから、あとは、訴訟の内容に関してもちょっと言いましたけども、僕からの提案の番組に関して、で、まず簡易でその内容の支払われる方法が認められたら、あとは金額的に大きくなりますから、地裁でとか、そういうふうな話で、まずは会員で、その分を、進めたと。でも、この本当の人口のことが分かってきた時点で、2000日合併、夜中と明け方の番組もいらない。で、アニメに関しても、そんなに大したものじゃないものは、作る必要がない。もう人口規模がすごく縮小しますから、最悪今の現在の日本の国境内の人口3000万人もあり得ると。
4000万人ぐらいかなと思ってたんですよ。だけど、まあ、能登半島への撮影とかを行った時に、あと神戸市内の撮影とかで、空ビルばっかり、空いてるビルばっかり、それもね、一回、その、阪神・淡路大震災があったのになぜこんなに高いビルを建てたんだっていう方向と、あと、NE の残存量問題のその両方でね、その、30階建てのビルで、特にあの商業施設とか入っていて、頻繁に動くエレベーターのところなんか年間1億円以上、あの電気代かかるんですよ。で、それだけたくさんエネルギーを消費されるっていうことであって、人口減ってるんだから建物が小さくなっていかなきゃならない。で、今建築業界の人たちがしなきゃならないのは、メタンガスを抽出するその貯蔵庫とその設置と、で、抽出装置を作る。あの、生ゴミの貯蔵庫と抽出装置。それを、日本全国で10万箇所ぐらいと、先ほど言った、あの、河川の底、これを徹底的にコンクリート化すると。だから、どこの河川も、水が抜けてます。これもまず間違いないです。完全にしっかりとコンクリート化してなかったら。で、まあ、思い当たる地点とか撮影していても完全にわかるんですよ。あ、ここ下コンクリート化してないなって。で、水が明らかに水の量が減ってるなっていうところがあって、やっぱりその近辺で地震が発生してるんですよ。で、まあ、それはそれちょっと別の動画で撮影しますね。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの人たちに、河合さんの動画を見ておいた方がいいよと、まあ、着信通知の設定をしておいていただいたら、僕が YouTube でどのようなことを話しているのかということが、わかりますんで、まあ、基本的にホームページは IKS の駅の1番から喋ってる内容とかを見ていただいたら分かると思うんですけども、着信通知の設定をしておいていただけなかったらスポーツ界のその特典の仕組みとかそういったところも分からなくなると思いますんで、まあこの間の日本対アメリカの女子バレーに関しては、もう日曜日のある程度の時間帯でもうプロ野球の試合終わりましたから、もうそこはもう別に僕も取り組むつもりありませんでした。っていうのは、女子のその選手はね、試合中、意図的に、カナダ戦で最後のね、5セット目で自分からこうこけてね、レシーブしなかったっていうような形で意図的に負けるんだったら、もう別にオリンピック出場できたらとりあえずいいんだ。っていうような形で私も受け止めますから、日本対アメリカの試合特別、まあその日に試合があったっていうのも、その日自体は私は正直忘れてましたよ。もう野球の試合ここまでの時間帯だし、もうこれでいいやと。サッカーの試合もほとんど。そうじゃなかったら、僕の方もコンピューターの方のその労働時間の計算とか、どういうふうにされてるかわからないんですよ。メジャーリーグの勝ち負けにも、正直やっぱり関わってる。例えば、12時ぐらいに、寝転んでいたら、例えば、ドジャーズとか、パドレスとか負けたりだとか、その試合の時間が行われてるところ、まあ、特にパドレスなんかはまだワールドシリーズが優勝したことないんで、まあ、地区優勝とかの数も少ないんですよ。だからしっかりと本当は勝たなきゃならない。で、まあ、ドジャースと本当はちょっと順位が入れ替わってる。だまあ、徹底的に行うんだったらっていう部分とかもあるんでしょうけど、どうしても、経済原理とか、そういったところで、まあ、人気球団へ、まあ、翔平が、まあまあ、昔もともとの秀夫さんとかも、ドジャースさんの方で活躍させていただきましたし、まあ能登半島の地震、未来から時間軸からの僕からの声かけで、それ知ったら知ったで、まあ経済的にっていう部分があって、それでドジャースに行って、ドジャースでしたっけ、ドジャースでしたっけ、まあ、寄付金、1000万円ほど、出していただいてるっていう事実もありますんで、多分ね、そういうのを、球団の代表として行っ
ってくれてたわけであって、で、パドレスがそれを行っていたら、多分パドレスも順位上に来てると思いますね。ドジャースと競ってる状態だと思いますよ。誰が優先権を得るのかっていうような形の話だとか、で、絶対もう西地区にしといてくださいよっていうことを僕は言ってるのに、カブスに、まあこれは本人のけなしなわけじゃないんですけども、鈴木誠也選手だとかね、そのよその地区に行ってしまったから、多分今カブス最下位になってると思うんですよ。だからその僕が言ってる内容っていうものを、しっかりと受け入れていただいて、その、対応していただかなかったらという部分ですね。以上です。